マックスワールドチャンネルの時間がやってまいりました。おはようございます、柿本里奈です。この番組はスタジオにゲストを迎え、様々な話題を掘り下げます。今日もどうぞ最後までご覧ください。今日のマックスワールドチャンネルテーマはこちらです。最近の事業承継のトレンドについてお話し伺います。スタジオにはゲストを迎えしています。ご紹介しましょう。データマックス鹿島記者、そして株式会社 K アライアンスジャパンの岡隆社長です。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマ事業承継ということなんですけれども、やはり鹿島さん、経営者にとっては中小企業は特に悩ましい問題ですよね。そうですね、もうかなり深刻になってまして、ちょっと前のデータになりますけれども、2016年ですね、中小企業庁が10年後にはこうなりますよっていう、一種のデータを出してるんですけども、約380万社中小企業があるうちに、245万社が70歳以上の経営者になります。そのうち127万社の経営者が実に後継者を決めていないというような深刻な事態に陥っていますね。じゃあもうかなり深刻な問題に、今後も発展していくということですよね。一般的に改めてこの事業承継、どんなパターンがあるのか教えてください。はい、これまではですね、大体もう息子さんに継いでもらうとか、甥っ子に継いでもらうっていうような、その親族間の承継がほとんどだったんですね。でそれに加えて、M&A が急激に増えてます、そしてこのところ非常に有効な手段として、皆さん活用しだしたのが社内からの抜擢と、主なものこの3つになろうかと思います。ご覧の3つということなんですけれども、ちょっと今日メインになるお話、内部抜擢についてということなんですが、ここからお話を伺う株式会社 K アライアンスジャパンの岡社長は、この内部抜擢で、社長にご就任なさったということなんですよね。そうですね、まずは K アライアンスジャパン、どういった会社なのか教えてください。社名にあります通り、アライアンスっていうのは、企業と企業のこう連携とか同盟とかっていうアライアンスっていう意味があるんですけども、その社名の通り、企業と企業のアライアンスを仲人するって言いますか、仲介する、そういう仕事をやっております、企業と企業をマッチングする。そうですね、ビジネスマッチング。最近多分ビジネスマッチングっていう言葉をよく聞くと思うんですけども、そのビジネスマッチングの仲介業みたいなところをやっております。なるほど、内部抜擢でのご就任ということだったんですけれども、どういった経緯で社長にご就任なさったんでしょうか。そうですね、K アライアンスジャパンという会社の前に川辺事務所っていう事務所がありまして、そこに20年前に社会人になって2社目なんですけども、川辺事務所っていうところに就職しまして、でそこから20年経つんですけども、川辺事務所とは別に株式会社 K アライアンスジャパンという会社を作りまして、今から約9年前ですかね、35歳の時に K アライアンスジャパンという会社の社長になりました、私どもの会社の事業内容になると思うんですけども、福岡を中心とした九州の企業さんの企業ネットワークといいますか、が我々のある意味経営資源というか、そういったものになるので、ですので、川辺事務所の会長、川辺康晴っていうんですけども、川辺に私20年間仕えておりましたので、自然とそこの人脈を私が引き継いだ形になっておりまして、川辺がもう今年86歳になりますので、次のこの K アライアンスを続けていく上で、私が社長になることがいいんじゃないかなということで、今事業をやらせていただいております。今も代表取締役会長ということで、川辺も一緒にやっているんですけども、その川辺会長から実際に岡さんが社長にっていうお話を聞いた時は、正直どういった気持ちだったんですか。社長になりたいと思っておりましたので、そういう意味で35歳の時に、社長というポジションになって、自分の成長にもつながると思いましたし、やって
行きたいなというふうに思いました、まあ、また違う活動もできるかなというふうに思っておりましたので、まあ、いいタイミングで社長になれたかなというふうに思います。こう意識の変化みたいなのはあったんですか？はい、そうですね、私もともとやっぱり怠け者っていうかそういう性格なので、そういう意味で言うとやっぱりその自分をそういう環境に置く、まあ、社長という環境に置くって言いますか、まあ、逆に置いていただいたので、まあ、社長、自分が社長になったわけなので社長らしくしないといけないと思いますし、まあ、社長になる社長の勉強といいますか数字の勉強とかそういったのもあると思いますし、まあ、あとは自分が社長になって業績が落ちるってなるとやっぱりですねいけないので伸ばしていきたいなというふうに思いました、はい。あの鹿島記者はこう、はい、K アライアンスジャパンを、まあ、ずっとウォッチされていると思うんですけれども、はい、鹿島さんから見て、まあ、岡社長いかがですか？はい、あのまさに、事業承継の内部抜擢の、はい、成功例が凝縮されているというふうに言っていいんじゃないでしょうか、うんうん、今非常に、まあ、意欲を持った人に任せることができる、うんうん、それからスキルがある人に任せることができる、うんうん、そして、まあ利害関係者ですね、周囲のお取引先とか金融機関の同意を得やすいということ、うん、それから時間をかけてゆっくりと成長を促すことができる、まあ、教育育てることができるといったことが言えるんじゃないでしょうか、うんうんうん、改めてこのそれぞれの事業承継の形いろいろある中で、まあ、今回は内部抜擢ということでスポットを当てているんですけれども、それぞれのメリットデメリットってどんなところですか？はい、親族間承継もですねメリットとしては内部抜擢と同様にですね時間をかけて育てられる、それから利害関係者の同意を得やすいということがあります、うん、ところがもう息子さんがやりたくないと言ったらそれまでですし、うん、経営者としての資質はないかもしれない、うん、意欲もないかもしれないと、それから親族間のトラブルになるケースもあるというところで言うと、うんうん、デメリットもあるかなということですね、うんうん、M&A も最近事業承継の形としてですね事業を継いでいくということでは非常にメリットがあるんですけれども、突然知らない会社が親会社になる、うん、知らない上司がやってくるということで圧力を生むリスクが高いと、リスクがあるということで言うと、まあ、事業を継ぐことはメリット、圧力を生むリスクがあるというデメリットもあるかなと思います、うんうん、まあ、この鹿島さんのお話もあったようにフォーカさんは内部抜擢で今回社長にご就任をなさってということだったんですけれども、まあ、これからの展望というもの何かありますか？そうですね、まあ、今日は内部抜擢 その成功事例みたいな言っていただいてるんですけど、自分自身としては本当に今からだなというふうに思っているので、うんうん、まあ、私どもの今理念として、うんうん、まあ、100年間社会から必要とされるいい会社になろうというふうな理念を掲げておりまして、ですので、まあ、100年間というと今我々が17期なので、あと83年あるわけですから、うん、私の代で100年を迎えるっていうのは難しいことなので、うん、そういう意味で言うと、まあ、創業者の思いとかやってきたことを、まあ、次の経営者につないでいくっていうところをが、まあ、使命かなというふうに思っております。でまた私も当初20年前にまさか自分がこの組織を この組織の社長になるっていうふうにも夢にも思っておりませんでしたし、まあ、最初は自分の成長、自分が勉強できる場としてこの会社に入社したわけですけども、まあご縁といいますか、はい、すごくいい会長に出会いいただいて、で、まあ、20年間ずっと横で勉強させていただいて、またその今 その社会って言いますかから我々が今やってることがすごくこう必要とされてるなというか、うんうんうん、そういったいう風な時代にも入ってきたので、そういう意味で言うと、まあ、この我々がやってることを続けていくことが、まあ、九州の企業さんとかそういったまあ、我々のお客様にとってもすごくいいことだなというふうに思っているので、まあ100年間続けるっていうことは経営的にきちっと
利益を出して継続していかないといけませんので、また一人じゃできないので、はい、新しい社員さんとかにも今入社していただいて、うん、新しいチャレンジも始めてますので、うん、今まではある意味創業者の下でずっとやってきたわけですけども、うん、まあ、自分が社長になって、うん、自分が社長になって初めて採用したメンバーもいますので、うんうん、そういった意味ではやっぱ責任もあるので、まあ、今の、まあ、コロナっていうこともあって今変化が激しい時代だと思うので、うん、まあ、その変化に応じたそのサービスとかそういったのをきちっと捉えて、今のお客様を大事にしてしたり、今の提携先も大事にして継続していきたいなというふうに思ってます。はい、まあ、これから特に深刻になる中小企業の事業承継問題なんですけれども、やっぱり悩んでらっしゃる企業も多いと思います。今回伺ったあの内部抜擢というのも一つの事業承継の形として、まあ、あの受け入れていただきたいですよね。かなり有力ですね、うん、今社長がおっしゃって思いましたけれども、価値観の共有ができるというのも社内抜擢の非常に有効なメリットだと思います、うん、で、まあ、そのまさかうちの社員にって思われるかもしれませんけれども、そういった目で将来を見越して社員さんを見るとまた違ったものが見えてくるんじゃないでしょうか、うん、今日のマックスワールドチャンネル、最近の事業承継のトレンドについてお話を伺いました。お話は鹿島記者、そして岡社長でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。マックスワールドチャンネル、いかがだったでしょうか。この番組ではスタジオにお越しいただけるゲストの方、そして取材にご協力いただける企業の方を募集しています。ご覧のところまでお問い合わせください。それでは今日はこの辺で失礼します。来週もぜひご覧ください。さようなら。